トムトムクラブはニューヨークを拠点に活動するニューウェーブユニット。1981年結成。ポストパンク、ニューウェーブシーンにおいて絶大な功績を残すバンド、トーキングヘッズのオリジナルメンバーでリズム隊を担当していたティナウェーマスとクリス・フランツ、夫妻によるバンド内イ,イドプロジェクトとしてスタート。ヒップホップやレゲエのテイストをふんだんに盛り込んだアフロリズム。 チープなエレクトロサウンドで革新的なダンスポップを展開し、今なお高い評価を誇る。トーキングヘッズのフォースアルバム、リメイン・イン・ライト制作前後、クリス・フランツは、かねてから温めていたアイディアすなわち、妻のティナ・ウェーマスをボーカルにフィーチャーした、フューチャーポッププロジェクトを始動させた。 バンド名は、トーキングヘッツが何度かレコーディングに使用していた、バハマのコンパスポイントスタジオに隣接するミキシング施設、トムトムクラブに由来する。デビューシングルの、おしゃべり魔女と、セカンドシングルの、悪魔のラブソングは、共に、ビルボードのホットダンスクラブプレイチャートの1位を、記録した。リメインインライト発表に伴うトーキングヘッツでの、欧米ツアーにおいては、バンド内バンドとして、 トムトムクラブのパフォーマンスが行われるなどしていたが、トーキングヘッズが正式に解散して、以後も引き続き活動を継続し、断続的ながら音源のリリースも行っている。ありがとうございます。